宮崎、今回は順調に勝ち上がっています。7年連続出場の神奈川の宮崎正弘選手、果たして兄弟対決はあるんでしょうか。文弘弟、正弘兄、楽しみなブロックです。そしてこちらは栄が兄、栄が弟はすでに敗れました。下の方にすでに敗れていまして、宮崎、つまり兄弟同士の対決ということになりますね。そうですね、お兄さんと宮崎、こちら弟になりますけれども、はいはい、これがもう本当にあの両宮崎が勝ちますと、まさに2回目の兄弟対決ということが、見られるんじゃないかなと思いますが、はい、宮崎正弘兄、はい、宮崎文弘弟、はい、準決勝の第1試合が始まります。左が原田、右は宮崎弟。攻める剣道原田、左です。筑波大学時代はキャプテンとして剣道部員をまとめていました。全日本学生大会団体で2位の経験もあります。白は宮崎です。面を得意としています。去年は出場していません。神奈川県予選で敗れました。2年ぶり4回目の出場の宮崎、試合時間は5分です。宮崎が面に入りました。両選手まだ有効打達を打ることはできません。原田が攻める、不十分です。赤が原田、23歳。大会の前から小松さん、はい、原田選手はダークホースの一人と挙げていましたね。はい、やはり原田選手とかですね、東京の宮本選手ですね、この辺の若手のところでやっぱりダークホースとしてやっぱり第一投に挙げてたと言っても、いいと思いますですね。特に3回戦の大阪の去年のチャンピオンの石田を小手で破った大金星、はいはい、小手に行きました原田。いい小手でしょう、小手が入った、はい、赤3本、まず1本取りました原田。やはり打ち合った後ちょっと手元がですね、竹刀が立ったところをすかさず小手を狙いましたですね。今度は突きだ、積極的に攻める原田、はい、3本勝負で争われます。先に2本を取りますと勝負が決まります。原田は全てが初めて、初出場、攻める宮崎。宮崎が2位だったのは平成5年41回大会、兄正弘と決勝を争いました。さあ残り時間20秒を切りました。これは手元の時計です。さあどうか、おっとポイントにはなりません。そうですね、宮崎ほとんど時間が手元ではありません。原田が決勝に進出するか、試合終了、ね、原田勝ちました、無欲で勝ちました原田。兄弟対決は今年のこの試合場では見ることはできません。東京都与田原田選手、怖いものなし、神奈川初出場、東京原田宮崎、初出場で決勝進出、東京都原田選手が勝ちました。やりました原田。そうですね、ここの瞬間をここを避けといってですね、振りかぶところ、ここですね、そうです、はい、はい、ここですね、はい、